中国茶、ウーロン茶鳳凰炭鳳凰炭鳳凰炭の茶葉鳳凰炭は、ウーロン茶に分類される、中国茶である。中華人民共和国関東省長州市塩安区の鳳凰山で栽培される茶樹を原料に茶に加工される。炭とは、独立した一本の木という意。新末から中華人民共和国成立直後頃までは単独の一本の木から採取した葉だけで成茶し、 それ以外の茶葉を一切混ぜない成茶を行っていた。1990年代以降、有料品種が挿し木継ぎ木などで増やされ、各品種ごとに複数本の木をまとめて成茶するようになった。それと同時期に一本の木の実から作られたお茶は区別するために単株と呼ばれるようになった。品種ごとに成茶法が微妙に変えられており、その結果同じ方を単 という名を冠した茶葉でも、茶葉を採取する品種、木が違えば、味わいも香りも異なる茶となる。同じ鳳凰丹の名を冠する茶葉だけでも80種類を超えるとされる。香りが口なしに例えられる木口なし香り、金木製に例えられる、計画香、ぶどう桃のような果実香が、特徴の蜜蘭香などの品種がある。鳳凰丹の関東省の標準では、 大きく十種の鉱型に分けられており、木、口なし香り型、知覧鉱型、玉蘭鉱型、密卵鉱型、安忍鉱型、野来鉱型、京花花型、京花鉱型,型、日記鉱型、祭り鉱型がある。また鉱型に分類されない品種も科目素鉱、ゆず、花花か、くれない、帝、草種など多数存在する。なお、ミネトウタンは、ホウオタンと同じ製法の茶で、 関東省、逃げ平県で1961年から生産されるようになった新しい園芸品種である。ただし炭の苗が流通しており目ネ頭村でも、鳳凰炭の品種が育成、成長されているためミネトウ炭といっても、前述とは別の品種の場合もある。水色はオレンジ色を伴う黄色。上質なワインや草花、果物のような甘い香りとわずかに 渋さを感じるものの果物にも似た感覚の甘みを伴う。四季ごとに茶葉を一新二葉で収穫し成茶されるが、このうち春先に収穫された茶状の評価が最も高い。成茶された茶葉はその香りや味わいによって例えられる花の名称などを付加している場合が多い。その表記の方法には2種類ある。口なし香りのように、 鳳凰の部分を差し替えて表記する場合と、鳳凰炭菊口なし香りのように、鳳凰炭の後ろに付加する場合がある。ただし、同じ炭という言葉が使われている茶葉であっても、鳳凰炭とはまた違う種類の茶葉もある。日本では、の字が文字コードに含まれていないことから、草むらの字を代わりに使用し、鳳凰炭層あるいは、鳳凰の名で販売されている場合がある。 ありがとうございます。